はい、皆さんこんばんは。リーズテコンドーのリーです。今日はスローチャギというのを、ね、練習したいと思います。スローチャギというのは、吐くという意味ですね。こうスローというのは、ね、掃除する、吐くという、ね、あのほうきでこう掃除するという意味なんですけども、英語で言ったら、ね、スイーピングキックと言います。で、これはですね、まあ、テコンドーの道場ですね、これは ITF も WT も含めてそうなんですけど、あまり、ね、これ練習しないんですね。まあ、それはあの競技主体でこう考えているので、腰から下の蹴りっていうのはほとんどまあやらないと思うんです。特にこういう足払い系ですね、こういう動作はやらないと思います。でぜひね、これはもともとね、軍隊でこう発達してきた、発展してきたテコンドーの、ね、技ですので、ぜひね、まあ、練習してみてはと思います。であとですね、これあの使う部位なんですけども、足の、土踏まずの部分と、であとはですね、かかとのこの後ろの部分、ね、かかとがあったら後ろの部分、ここを使います。で今日はですね、あの足の土踏まずの部分、そこを使った、スローチャギですね、これをやっていきたいと思います。でかかとの部分はね、今日はちょっとやらない、まあ簡単に後から、ね、説明したいと思うんですけども、今日はやりません。はい。であとはですね、あのこれ、まあ、テコンドーの試合では使わないんですけども、キックとかね、やってる方なんかはね、よくこう足払い的なものっていうのはとてもね、よく使う、非常に有効的な動作だと思いますので、まあ、これがね、その、まあ、テコンドーのこのスローチャギがそこにね、マッチするかどうかはまあ別として、まあ、こういうのもあるんだなっていうぐらいで、まあ、参考的に見ていただければまあいいかなと思っておりますんでね、ぜひね、まあ、ゆっくり見てください。では練習したいと思います。はい、いわゆる足払いなんですね。で土踏まずの部分でこうね、こうこういう感じで構えて、こういう感じで、ね、本当にほうきで吐くような感じでやっていきます。こういう感じですね。スイーピングキックと言いますね。スイープ、まあ、掃除です。でもう一つね、今日はやらないんですけど、かかとを使ったスローチャギっていうのは何かというとね、よくね、こう回って後ろ回しみたいな感じで振り向いて、こういう感じで相手の、ね、これは後ろ側からポンとね、足払いするような感じなんですけども、今日はそれをやりません。今日はね、こういう感じで土踏まずの部分を使います。でほとんどの場合はですね、例えば相手がこう立っていたらですね、外側からスッとこうね、足首の部分を刈るようにしてバランスを崩すという感じになります。まあ、内側の場合もあるんですけども、内側の場合はね、まあ、結構グッとね、立ったりする場合もありますので、まあ、それもありますが、今日は外側というイメージでね、ちょっとやってみたいと思います。でね、まずね、練習ですけども、テコンって言ったらね、このニウンチャスイ L スタンスですね。ちょっと分かりづらいと思うんですけど、ね、上から見たらこういう感じで L の形の足になってます。でこの形で構えて出しながら、だいたい斜め45度ぐらいからですね。でこの時は軸足でそんな回す必要はありません。ここからこういう感じです。で横から見ると構えてこういう感じですね。すぐ、ね、刈り取る、そんな感じでイメージしてください。でしっかりとこうインパクト部分をしっかりとやってください。であとはですね、ちょっとコンビネーションをするんですけども、これがとても大切です。ただ単に足をこう払うだけではなく、この手をうまく使っていきます。で今日はね、こういうコンビネーションしたいと思います。構えてワンツー回し入りをするようなイメージ、ここから1、2、3、こんなイメージで1、2、スロチャギという感じをするんですが、ここでね、今ワンツーをやったんですけども、このツーをですね、相手の顔面を打つというよりも、相手のですね、例えば私が相手だとしてこう来ますよね。で顔面を打つんじゃなくて、こっち側に手をかけられるようなイメージ、キュッとこうかけられる。でワンツーでかけて、頭の位置をキュッと引くような感じで足払いをします。1、2でキュッとかけて、こういう位置、サウスポーだったら1、2、顔の逆側の部分を押さえて引きながら、こっちは内側に、こっちは外側に、1、2、押さえて3、こんな感じですね。1、2で反対1、2、こんな感じになります。でもちろんね、さっきも、ね、お話したんですけど、相手の内側の部分で、ね、ちょっとやる方もあるんですけど、まずはね、最初のうちはこういう感じでやってみてもいいと思います。単発でスローチャギの練習で、今度は
ワンツーを出すような感じで、ワンツーで引っ掛けて、頭を引き寄せる、あるいは外側に、動かすような感じで足払いをする。1、2、3。こういう感じで、ね、やってみてください。まあ、これがね、本来あのテコンドーである技術ですね。軍隊でやってたのとそのままですので、かなり、ね、これで、ね、例えば軍足みたいな、ブーツみたいな感じでやるとね、かなりこれだけでもね、痛いと思いますので、まあ、そんなイメージを持ちながら、競技だけではなくて、本来ね、テコンドーで習うような動作というのをね、まあ、練習してみたらと思います。では皆さん頑張ってください。さよなら。